1番熊本曽我圭介、2番千葉田口雄一、3番福島平沼義光、4番徳島小磯智也、5番静岡菅原雄太、6番茨城舘正成、7番岡山内藤敦史、8番愛知深見博也、9番福島猪狩勇樹。以上のメンバーによる対戦です。1番曽我圭介、5番は菅原雄太、そして9番猪狩勇樹にもラインができます。5番は静岡菅原雄太、初日はマークの競争でしたが今日はラインの前で走ります。発走いたします。曽我圭介は初日は短期でしたが今日は曽我にもラインができるようです。積極タイプは猪狩勇樹もいます。構え手の号令かかりました。号砲になりました。第3レース A 級準決勝スタートです。3番平沼義光が前を取りました。2番手に2番田口雄一、3番手からは1番曽我圭介、5番が菅原雄太、4番小磯智也、7番は内藤敦史、9番猪狩勇樹が上昇、6番が舘正成、最後尾から8番深見博也です。第3コーナーです。前を取りました3番福島平沼義光、予選でも連携した9番猪狩勇樹を迎え入れています。9番3番は福島コンビです。昨日はこの2人はワンツーを決めています。平沼義光が差し切っていました。福島コンビが9番3番、3番手からは5番車静岡菅原雄太。初日の特選競争は菅原ダイヤの先行につけての3着です。菅原雄太です。マーカー2番車千葉の田口雄一、予選は同期の笠松翔太の先行につけて、昨日は仕事もするまでもなく電車道であとは追い込むだけでした田口雄一。今日も同期の菅原雄太をマークします。5番、2番、ここは難関勢、この難関勢には8番の愛知深見博也がつきました。5番2番8番です。1番熊本曽我圭介は現在6番手、熊本の機動力タイプです。昨日は短期でチャンスがありませんでしたが、今日は後ろには中四国の2人がつきました。7番岡山内藤敦史と4番徳島小磯智也、1番7番4番です。最後尾は6番茨城舘正成、ここは短期の競争です。3周回目のバックで早くも動いたのは1番の曽我圭介です。ゆっくりと上がって5番の菅原雄太を一旦抑えました。1番曽我圭介、マーカー7番内藤敦史、その後ろが4番小磯智也、5番菅原雄太はまだ引かず赤番を通過しました。さらに車を上げていくのは1番曽我圭介、福島勢は引きます。5番の菅原雄太が4番手に上がって、そのまま外から上がって1番の曽我圭介を抑えて前に出ていきました。叩かれて曽我圭介は車を引いてジャンが鳴っています。6番の舘正成はここはセントラインの4番手に乗り換えようとしています。4コーナー余ってのホームストレッチで腰を上げたのは5番の菅原雄太、スイッチを入れました。今 400m を切っています。5番、2番、難関勢に8番車深見博也、4番手6番の舘正成、そして5番手に9番猪狩勇樹、1番の曽我圭介は7番手となって、7番手からまくりを仕掛けますがまだ前段は遠い。1番曽我圭介、2センター5番の菅原雄太がかかっています。車間を切るのが2番の田口雄一、5番の菅原雄太が粘っています。菅原雄太では外が3番車が伸びてきた。平沼義光直線一気に突き抜けてきました。第3レース A 級準決勝、難関勢のペースと思われた直線、3番平沼義光の強襲です。3番5番2番あたり、第3レースの準決勝、切れ味鋭い突っ込みでした3番平沼義光です。それではリプレイをご覧ください。平沼義光はまだ2センターで5番手あたりでした。4コーナー余ったところは難関勢の2人のペースでしたが、一気に来たのは3番平沼義光です。スーパースローをご覧ください。
1番埼玉笠松翔太、2番岡山片山智春、3番千葉今野俊明、4番地元神奈川岡崎光一、5番岐阜柴田優也、6番北海道平沢秀信、7番埼玉高橋光大、8番新潟本間慎吾、9番徳島小川城太。以上のメンバーによる対戦です。人気の中心は9番車徳島の小川城太です。初日は素晴らしいスピードのまくりを披露しました小川城太。上がりタイムは11秒2でした。発走いたします。特選競争を制覇しています。対抗する2番車1番車笠松翔太、昨日はカバンスニーから動いていったレースでした。今野俊明がどう出ますか。後方になりました。第4レース A 級準決勝スタートです。2番の片山智春が上がりました。2番手からは1番笠松翔太です。3番が今野俊明、4番岡崎光一、5番が柴田優也、7番高橋光大、9番小川城太、6番は平沢秀信、最後尾に8番本間慎吾です。3コーナーです。2番岡山片山智春が前を取りました。9番徳島の小川城太の上昇を待ちます。2番手からは1番車埼玉笠松翔太。予選競争はカバンスニーから動画と前に出させず突っ張って先行しました。ここから上がってきたのは9番の徳島小川城太です。ポテンシャル十分の111期生、2番片山智春の前に入りました。9番2番そして5番の岐阜の柴田優也がここは中四国勢の3番手につけて9番2番5番です。1番の埼玉笠松翔太は4番手から、7番同県埼玉高橋光大がマーク、8番新潟本間慎吾が続いて中段に1番7番8番関東ラインです。3番千葉の今野俊明は7番手。初日はライン3番手でしたが今日前でやります。3番車今野俊明マークして4番岡崎光一、3番4番南関勢に6番の北海道平沢秀信が続いています。3番4番6番です。第3周回第2コーナーからバックストレッチ、三分線の4レース準決勝の2組目、人気の中心は先頭9番車小川城太です。1番笠松翔太は4番手にて、3番今野俊明は7番手。その今野俊明が動きました。難関勢が上がります。3番4番続いて6番平沢秀信、9番小川城太が一旦外に振りながら踏み込んでいきますが、ここは3番今野俊明が抑え込むのか、いや突っ張られています。2コーナー小川城太が3番の今野俊明を突っ張っています。ここで外から仕掛けていくのは1番の笠松翔太が関東ラインを押し上げてジャンが鳴りました。ジャンが鳴って9番の小川城太は一旦下がって、3番の今野俊明が3番手のうちに粘っています。 400m を切ります。笠松翔太が主導権を取って1コーナーです。3番手を狙った3番今野俊明、8番の本間慎吾をどかして9番車の小川城太が現在4番手あたりの外に上がってまいりました。9番車の小川城太のアタックです。今200を切っての3コーナーがリセンターですが、1番の笠松翔太もぐんぐん加速していく。7番車の高橋光太が牽制する。9番の小川城太が伸びきれない。先頭は自分の笠松翔太。4レース準決勝笠松翔太の逃げ切り、まくり上げてきた9番小川城太がなんとか2着に入ったか。3番車今野俊明との接戦です。2着は3番9番接戦。それではリプレイをご覧ください。小川城太も初日のようなスピードはありませんでした。7番の高橋光大の牽制を受けています。1番笠松翔太が逃げ切って、注目は2着争い。スーパースローをご覧ください。1番地元ホームバンク菅原ダイヤ、2
2番熊本吉成隆弘、3番大阪大石隆晴、4番福岡片山直人、5番茨城木村隆弘、6番栃木羽根石国臣、7番京都南大輔、8番福岡片織勇気、9番愛知加藤寛治。以上のメンバーによる対戦です。ホームバンクは菅原大也登場です。初日は思い切った先行策でした。そして3番車大阪大石隆晴、初日は見せ場十分の競争でした。大石隆晴発走いたします。対抗する菅原大也、片織勇気にもラインができます。猛攻になりました。第5レース A 級準決勝スタートです。まずは2番吉成隆弘が上がりました。続いて1番は菅原大也、3番大石隆晴は3番手から、9番加藤寛治、5番は木村隆弘、6番羽根石国臣、そのインコースは4番片山直人、8番片織勇気、最後尾7番南大輔です。バックストレッチから3コーナーです。2番熊本吉成隆弘前を取りました。これで九州勢が前段となります。福岡の2人が後方から上がっていきます。8番福岡の片織勇気が2番吉成隆弘の前に入りました。初日は4番手だったんですが、昨日は自力を出せませんでした。片織勇気、4番片山直人がマーク、そして2番の吉成隆弘、8番4番2番九州勢です。中段の4番手に1番地元菅原ダイヤ。初日の特選競争はラインの先頭で早めのスパートでした。後ろは今日は関東の2人がつきました。5番の木村隆弘と6番栃木の羽根石国臣です。1番5番6番です。9番愛知の加藤寛治は現在7番手。今日は短期の競争、昨日はまくって勝っています。加藤寛治3週間目に入りました。3番大石隆晴は8番手です。初日は踏み出し鋭い足を見せました大石隆晴。マークは7番京都の南大輔、3番7番近畿の2人です。3周回目のバックストレッチ、まだ動きなく、前段が九州トリオ、8番4番2番地元の1番菅原ダイヤ、中段4番手、5番の木村隆弘がマークして、6番羽根石国臣が続きます。動いたのは近畿勢です。3番大石隆晴が上がっていきますが、中段から合わせて1番の菅原ダイヤも上昇していく。さあっとこれ落車があった。なんとここは5人6人の選手が落車してしまいました。走っているのは3人です。今ジャンが鳴ったところ、走っているのは3人です。6人の選手が落車しています。8番の片織勇気が先頭で、後ろは5番の木村隆弘、その後ろが2番の吉成隆弘。残り1周です。8番の片織勇気が先行しています。後ろは5番の木村隆弘、3番手2番の吉成隆弘。この3人でレースが進んで、今 200m を切りました。大変なアクシデントになりました。第5レース準決勝4コーナーもありました。8番の片織勇気が先頭ですが、5番の木村隆弘が伸びて、外から2番の吉成隆弘が伸びています。このレースは6名の選手が落車しました。そして4番の片山直人選手再乗しています。今ゴールに向かっていくところ、再乗しているのは1人です。4番の片山直人選手もう1周あるようです。4番片山直人選手再乗してもう1周、6人の選手が落車してしまいました。5レース準決勝、他の5人の選手は棄権しているようです。ただ1人再乗して
乗っているのは4番片山直人。5レース準決勝アクシデントがありました。まあ、片山直人選手再乗してゴールインです。お試しの投票券は決定放送が出るまではそのままでお待ちください。それではリプレイをご覧ください。ゴールは3人の争いとなりました。ただいまのレース審議いたします。ただいまのレース審議いたします。スーパースローです。